ハッピーハロウィーン、ゆくあさハロウィンパート2行ってきたいと思います。行ってきます。行ってきます。そうそうそう、はい、これは何でしょう、これはこれは可愛いでしょ。ヒントは釣りにちなんで、あんまりちなんでるかわかんないけど、わかんないけど、まあ海ってことで、マリンガールです。イエイ。マリンガールです。行ってくる。今からちょっと探索にどんな仮装をしてるのか、そうそうそう、行ってくる。行ってきますね。後ろパーツ見えそう。あ、そうだ、後ろ見て、ほら、やった。はってたんですけど、はげました。牛乳ははげちゃいました。てか食べよった。動きタイム始まりました。何書かれるかな。読み上げる、はい、私のあだ名、トイレ。無事ゆうこあさ、釣りガール。ゆうこあさ、トイレ、私のあだ名。すごいね、もう圧倒されてる。そうそうそう、みんなすごいから。意外にこのマリンガールっていうのが、ね、かぶってない。かぶってない、ね、まだかぶってない。中まで行ってみる。ちょっと見てみよう。浜駅、当たりつきで当たりつき。当たりつき。当たるか当たるか。あ、当たる。さすがやめ。だった。なんで。はい。新人が現れたみたいです。地元の後輩です。地元の後輩。じゃあ。近くない。今日の赤ペン先生です。サポーター、あまり書かせたくない。ちょっと何書くかね、ちょっと怖いよね、これ動画見てからしか分かんないから。そうそうそう、お願いします。はい、じゃあ何を書かれるかな。読み上げて。三度の飯より釣り。あ、いいね。間違ってない、間違ってない。字は汚いのは、書いてないから字。あ、そう。日頃から書かないでしょ。字書けることにびっくりなんだけど、逆に。それにしては字綺麗。それにしては。字は書いてないから。赤ペン先生始まりました。字汚ね。字書いてねって。おお、さすが釣りさ、魚っていう字わかるのね。はい、できました。何？男より魚釣り。お、名言。男釣れないからね。あ、そうそう。魚は釣れるけどね、魚も釣れてないけど。え、それ言うな。それは笑っちゃうね。やばいね。超盛り上がってますよ。そうでもない。それで、場所場所、ミャンマーって言った。これから、これからね、まあ、YouTuber として、ちょっと声をかけられてみたいなっていう、願望、ね、願望を、あれしてね、2組に声をかけられるまで帰れません。やりたいと思います。はい、行ってきます。OK、走る？はい。はい。これだ。第1回目、声かけられました。イエーイ。お名前は？高橋弘です。大きな声だ。高橋弘です。高橋弘さん、ジークちゃん。若隆龍也です。大城凪です。これからもよろしくお願いします。お願いします。頑張ってください。頑張ってください。頑張って。イエーイ。あと一組で帰れますよ今日。まさかの子供にお菓子を配るんではなくて、子供からお菓子もらってるやつがいる。しかも超可愛いなくさ、肩トントンって叩かれて、振り向くさ、ちっちゃい女の子3人でさ、大きいバケツみたいな子が
菓子どうぞ。こういうの逆だよね。ごめんなさいって感じで。ウケるだけ。ちょっとね、変なやつら見つけました。これ違法じゃないですか、違法。パブリ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 。やだ。やばいっすね。すみません、一応後輩っす。ちゃんと電話番号も書いてる。あ、ほら、みんなこっちに電話してください。電話、電話、電話。すぐ電話した。オッケー、ありがとう。ありがとうございます。大人のお菓子。いいのかな、じゃあ一個取るよ。大人のお菓子。これピー入れとかでもいいよ。大人のお菓子。はい、あ、ツイッター名当たり。当たり引いちゃった。ツイッターフォローしないとダメだよ。オッケー。かわいい。ドラえもんファミリー。超かわいい。みんなも入る。イエーイ。すごい。クオリティ高い。かわいいね。ちゃんとドラえもん食べてる。みたいな。いや、ガチ。超かわいい。結構食べてる。ちょっと現実的なものをちょっと。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。ありがとうございます。ここに知り合いを派遣しました。見てください。お名前は。はい、あ、どうも、ちゃんあやです。超可愛い。お名前は。ジュー、ジュー持ってきたんだけど。ジュー持ってきた。こういうコードやってる、こういうコードやってる、こういうコードやってる人にしか分からないんだけど、肩で、はい、肩で、こういうコードやってる人にしか分からないんだけど、なんか B9 ってあったからさ、一番ボロい銃がだっけ、それを買ってきたわけ。いや、気をつけて、寒いから。じゃあまたね、じゃあまたね。電話に出ました、電話に出ました。過去に一緒に釣りに行った人がいるんですけど、連携とどめてないですもん。もともとこういう顔で話して、肌荒れが、肌荒れ気持ち悪い。肌荒れがすごくて、やばいこれ。何これ。今度じゃあこの格好で釣りにぜひ行きましょう。これで釣りに、これでやっぱダービーは1位を取れると思いますので。あ、そうですか。はい、美浜の街を楽しんできました。はい、いっぱい歩いて、いっぱいいたね。ね、いろんなの見たね。楽しかった。憧れのね、ハイサイ探偵団さんのメンバーにも会えて、そう、大満足です。写真も撮ってもらってね。満足です。もう帰ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ、また来年。捕まらないように。はーい。終わり。